はい、皆さんこんにちは。大和在宅藤原です。本日はこちら、収益物件購入時に押さえておくべき情報とはについてお話をいたします。ぜひ最後までご覧ください。情報を知る重要性ということで、不動産投資はですね、購入前に、きちっとですね、抑えるべき情報を収集して、精査することでですね、リスクに対して、対策を打てるというのがですね、メリットといいますか、特徴でございますので、ぜひですね、今日お伝えするのは、じゃあどういう情報を取ればいいのか、こういうお話になってきますので、そこをご紹介します。いろいろあるんですけども、本日で8つお話しします。いろいろ書いてますのでですね、一個一個解説していきます。まずレントロールなんですけども、これはですね、収益不動産の売買情報としてですね、物件概要書とレントロール、これは最低限ついてくることが多いので、物件一度でもですね、検討したことある方はご存知だと思うんですけども、初めての方もいると思いますので、お話ししますと、レントロールというのはですね、いわゆる家賃表ですね。この物件に、どういう家賃が、入居者さんが住んでいるかというのをまとめたものですね。簡易的なレントロールですと、もう賃料しか、とか、あと共益費ですね、しか書いてないのもありますし、丁寧なレントロールであればですね、賃貸借のですね、契約の期間とかですね、入居の時期、賃貸借契約って大体2年更新なんで、初めての契約がいつだったのかとか、そういうのは記載されている場合もありますし、あとは入居者属性ですね、会社員なのか学生なのか、生活保護者なのか外人なのか、こういったものを書いてるっていうのがあります。一つの例としてですね、こんな形で、レントロールがありますね。まずですね、収益性を バッとこうチェックするときには、申し上げた通り賃料と共益費、これがですね、賃料等になってきますので、ここを確認する必要があるということです。もっと深掘りするとですね、まず、中古物件の場合はですね、多くの場合はもうすでに入居者さんが入っているっていうケースが あると思うんですけども、その時に、賃料のばらつきって絶対あるんですね。同じ間取りだったとしても、101号室と、301号室は賃料が1万円差があるっていうのは結構ザラにあります。それは何かというとですね、入居の期間といいますかですね、いつ入ったのかっていうのでですね、結構賃料がばらつきあったりするんですよね。新築時からですね、ずっと高い賃料のまま入ってる方もいれば、最近ですね、今の相場に合わせた賃料で入ってる人もいるということで、賃料のばらつきが結構あるんですよね。で、ここで注意点としては、賃料が高い方が出た時に、次どういう賃料で決まるのか、これが物件のその収益性のポテンシャルになってきますので、高い賃料がですね、ずっと続くわけはありませんので、ぜひですね、その相場賃料よりも高い賃料で入っている部屋はないかっていうチェックは必要となります。新築とか、築浅はそうなんですけども、無理な賃料で入居してないかっていうのも結構重要です。売り手側ですね、不動産屋さんとか建築屋さんとかですね、あるいは転売をなりわいにしているようなセミプロみたいな方っていうのは、賃料をですね、少しでも高くして、それに利回りで割り戻すと売価が決まるわけなので、いかにこう賃料を高くつけるかってやっぱ考えがちなので、それが相場からですね、ちょっとこう無理したような賃料であった場合、皆さんがその物件を買われた後にですね、入居者が出てたら、同じ賃料で決まらずですね、10% ダウンじゃないと決まらなかった。それで結局、トータルで引き直すと、物件として1割高く買っちゃったっていうのと同じことになりますので、こういうですね、今の、賃料、今、もし退去が出て新たに募集したならば、いくらで決まるのかっていうのでですね、総賃料を引き直すという、こういうことが結構重要になってきますので、これですね、今日は、チェックポイントということで、概要しかお伝えしませんけどもね、こういうことがあるというのはご理解いただきたいと思います。あと、家賃の滞納の有無ですね。これはですね、仲介業者さんとか、あるいは売り主直の物件であれば、売り主さんに聞いていただけたらいいと思うんですけども、滞納者がですね、いますので、その時に、その滞納者の取り扱いをどうするのかっていうのもありますし、今、滞納が起こっている、その、回収債権ですよね。これをどうするのかっていうところもですね、不動産売買時に整理しておく必要があってですね、これを、売買契約書のですね、登記条項なんかに入れ込む必要が出てきます。
3番目として大規模修繕の履歴ですね。これ中古物件になってくるんですけども、まあ、外壁塗装とかですね、屋上防水とか、給排水の配管の交換とかですね、まあ、どういった、修繕をこれまでしてきたかっていうのをですね、きちっと問い合わせるっていうことは重要となってきます。まあ、特にですね、こう仲介取引とかで一見利回り高そうな物件なんかもですね、ポータルサイトでゴロゴロしてたりして、まあ、飛びくっつく方も多いと思うんですけども、購入してですね、もう1年も経たないうちにですね、雨漏れが生じて、数百万円の大規模修繕が必要になったとかですね、物件買ってポンプがすぐ壊れて、まあ、100万単位のお金が消えてったというのも結構ありますので、それによって、想定されてたキャッシュフローを簡単に飛びますので、そこは初めからですね、投資として考えて、トータルのですね、収支に組み込んでおくという必要がございます。4番目としてランニングコスト、運営費用ですね。ここもですね、結局不動産っていうのは家賃収入がまるまる収入になりませんので、そこからいろんな経費引いてで手残りになりますから、その経費ということでですね、まあ、固定資産税とかですね、都市計画税、建物の管理費ですね、水道光熱費、あと管理会社に払う手数料等々がかかってきますので、こういったものをですね、きちっと一つも漏らさず確認するということが重要です。これ、業者さんによってはですね、これ聞かないとですね、答えないという業者さんもいますので、絶対こう聞くようにしてください。で、まあ、細かいんですけどね、結構意外に見落としがちなのが、ケーブルテレビのですね、オーナー負担費用とか、ゴミの収集費用がかかっていたりとかですね、まあ、いろいろこう細かいところもあってですね、物件が小さければ小さいほど、こういうちょっとしたですね、1万、2万円の、修繕、費用負担がですね、収支に大きく影響するってこともありますので、こういった部分はぜひ確認してみたいと、していただきたいというふうに思います。5番目としてですね、法定点検の実施履歴ですね。これ何かと言いますと、まあ、消防用のですね、設備点検とか、あと、受水槽がついている物件であれば、受水槽のですね、清掃点検。これ一定の規模になりますとね、結構法的に厳しく、まあ、規制されてましてですね、これを、まあ、受けなさいというふうに法律になってるんですけども、結構ですね、我々も年間、まあ、100棟とかですね、不動産こう、動かしている中で、未実施の物件結構多いんですよね。で、その状態でもし何か事故ですね、火災が発見して、それが設備不良による、まあ、原因だったとか、その設備不良によって、助かる命が助からなかったとか、まあ、そういったことがあるとですね、これは、所有者さんに責任が及んできますので、必ずですね、これは、まずは実施がどうだったかっていうところと、実施している場合でですね、指摘項目があって、それを、現オーナーさん、つまり売主さんの方がやってないというケースもあるので、でそれで結構すごいお金かかったりもしますので、ぜひこの法定点検実施履歴っていうのはですね、確認事項として必須となります。6番目としてですね、敷金返還債務ですね。これはですね、入居者さんが入るときにですね、敷金ということで、所有者さんに、預け金を入れますよね。これの、まあ、預け金なんで、退去したときにはそのお金を返さないといけないと、まあ、いうことになるんですけども、これはですね、関西と関東で、徴収感が異なります。関東圏はですね、その預かった敷金が仮に100万円だったとしたら、売買金額以外に敷金はですね、売主さんから買い主さんに引き継ぐんですね。お金としてちゃんとお金を渡します。で、新しい、所有者さんが、退去した時にはそのお金からですね、入居者さんに、敷金返金してくださいよっていう徴収感です。関西圏はそうではなくて、敷金はお金としてですね、買い主さんに引き継ぎません。で、なので買い主さんは、入居者さんが退去した時には100万円を自分の懐からお金を出してですね、返金しないといけないという、こういう徴収感です。これはですね、関西は、不動産価格っていうのは敷金の返還債務も考慮して、価格が形成されているっていう考え方なんですね。なので、敷金返還債務だけを引き継ぐという形になりますので、結構ですね、その敷金返還債務がですね、特に、こう、1階に店舗とかですね、オフィスとか、こう、入ってると、敷金、こう、前あったのがコンビニとかだとですね、敷金2000万円とか、あって、それが関西だと敷金返還債務なんで、2000万円は、
前の所有者さんが引き継げませんのでね、コンビニが出てったら2000万返さないといけないということになるので、ちょっとむちゃくちゃな話ですよね。でもそういうことが往々にしてありますので、特に関西のですね、物件買うときには、ここは、必須のチェックポイントとなります。あとは細かいんですけどもね、ペットの飼育可の履歴ですね、実際にペットを飼育してる部屋があるかっていうのもですね、ちょっと重要となりますね。まあ、別にペットがですね、悪いわけじゃないんですけども、入れる、ペット課でやるに際してもですね、退去の時にきちんと入居者さんにお金を請求できるような賃貸借契約になってるかっていうのがポイントとなります。やはりですね、ペット飼ってたりすると、ペットのこう、まあ、匂いとかですね、汚損がやっぱありますので、その部分を、それを理解した上で、最後は退去するときには、その、ペットを起因とする汚損関係は、入居者さんが退去の時に負担するんですよっていうですね、契約書がちゃんと巻かれてないと、出たときにですね、入居者さんはお金払ってくれませんので、オーナーさんがですね、その汚損費を全部額負担しないといけないというふうになりますので、ここのポイントは重要となってきます。あとは細かいですね、もう一個ね、外国人の入居者の有無ですね。まあ、最近は珍しくなって、来なくなったんですけども、まあ、結構ですね、我々も賃貸管理する中で、文化とかですね、生活習慣の違いから、トラブルはよくあります。ゴミのルール守らないとかですね、まあ、いろいろありますので、そういった場合はですね、外国人の入居者さんの賃貸借契約書をきちっと見ることでですね、連帯保証人がいるのかとか、緊急連絡先の実態があるのかでですね、まあ、あと保証会社入ってるかとか、まあ、こういった部分はですね、確認は必ずするようにしてください。あとでですね、購入されてから、まあ、結構外国人の方ですね、こう、国に急に帰ったりしてですね、まあ、4人みたいな感じっていうのもまあまあ結構ありますので、そういった時にですね、金銭的負担を被らないようにするという対策としてですね、こういった部分の確認項目は必要となります。はい、ということでですね、今日いろいろチェックポイントをたくさん紹介させていただきましたけども、こういった部分をですね、ちゃんとチェックした上でですね、物件を検討するということを意識していただけたらというふうに思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。動画の内容がよろしければ高評価と、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。